淡路市の伊佐那木神宮では新年に向け開運厄除けの縁起物守護矢の飾り付けが行われました。淡路市の伊佐那木神宮では毎年この時期に地元の婦人会の協力を得て守護矢の飾り付けを行っていて、今日はメンバーおよそ50人が作業に取り掛かりました。矢は厄除けのお守りとして正月の参拝客に授けられる縁起物で、伊佐那木神宮では伊佐那木と伊佐那美の夫婦の神を祀っていることから、来年の干支虎の夫婦が描かれた絵馬や金銀の鈴などを矢に結びつけていきました。皆さんが健康で幸せな一年に、ね、ありますようにと願いながら心を込めて作らせていただいております。今日1日で2500本の準備が行われます。伊佐那木神宮では例年正月三が日は13万人ほどの人出がありますが、今年は大きく減っています。